周達よ、逆賊どもの処理はお前に任せる。承知しました。反逆者の絆など脆いもの。毛鉄が死亡者を撃てば新城は崩れましょう。俺たちは毛鉄に脅されて無理やり殿に立てつく気はないんだ。本当だ。兵には構うな。先導した将だけ狙えば。高級拠点と手甘く見るな。行くぞ。投降すれば処置は寛大だとよ。バカ、声が聞け。知られたら大変だ。伝令、食軍が新城に接近しています。諸葛亮、我が神速の軍に慌てたか。遅い。奴が来る前に事を終える。討ち取ったり。すいません、本当すいません。城の外じゃ続々投降しちまってるってよ。ほらもう殿と戦うなんてやだよ。いざ、女孔明の部、僕とご老子よ。敵将、討ち取ったり。参りました。どうか命だけは。諸葛亮殿の命により、毛鉄殿を保護する。城外の職軍を一掃し、毛鉄を撃て。奴らの侵入路も叩け。増援を阻む。痛い目に遭いたいか。使える。直軍の相手は拙者にお任せあれ。久々に強敵と会えたわ。敵将、討ち取ったり。決めた。俺たちみんなで投降しようぜ。だが数が多い方がいい。同調者を待とう。加減は無用。潰せ。殿、我々はあなたの元に下ります。今開門します。援護願います。
者のやつ。毛達を撃つぞ。全軍新城へ突撃せよ。バコのボディエン。敵将討ち取ったり。敵将討ち取ったり。伏せろ。これで蜀の援軍も来られまい。先駆けよ。この戦を制するのだ。手加減は無用。潰せ。武の鏡、しかと拝見いたした。の速攻ここまでとは。バカめが。芸もなく、またも西に抱く貴様の挙動など全て透けて見えるわ。貴様が偽りの忠義で動く。貴様が何を言うか。私は主君を賜るために謀反など起こさん。私が立つは天をあまねく手中に収める時のみよ。葬儀にあだなす輩から全て討ち果たしたと。謀反人毛達は始末した。星に走った哀れな反逆者は我が手のひらで踊る道化に過ぎぬ。裏で手を引いた諸葛亮は必死の算段が徒労に終わり、さぞや悔しかろうな。Yeah.
新しい護衛武将が仕官してきたようじゃな。この護衛武将はその際三国を覆い万年傑物と称される人物のようじゃな。